東京から車を走らせること6時間、今富山の岩瀬浜海水浴場に来てます。ここは僕が作品をよく撮るところでもあるんですが、もう今夕方で、あとしばらくで日が暮れるというところですね。今日は何をしに来たかというと、一応そうだな、波の感じが良くないんですけれども、まあちょっと作品の続きを撮ってみようかなと思って来ています。誰もいませんね。まあ、東京は今日出てくるときは暖かかったんですけども、結構こちら風が冷たいです。よし、この辺で。寒いっす。まあでもちょっとやってみましょうか。僕の作品で 4.5 というシリーズがあるんですが、前回三脚の話をした時かな、ある特殊な三脚を使って、その作品のシリーズ撮ってるって話をしたので、ちょっとだけセッティングの触りだけご紹介しようと思います。はい、まあ、これ雲台を外した状態なんですが、まずこうして、グッグッとですね、砂にちゃんと三脚が安定よく、沈むところまで力を入れて安定させます。そしてこのシリーズの特徴なんですけれども、これから撮る水平線をまっすぐに、細くシャープにしたいというのがあるんで、この雲台を乗っけるこの部分、この間ご紹介しました、ここ動くんですけれども、これ動画用のパーツなんですが、このパーツを利用してここで水準を取るわけですね。わかりますかね、こんな感じです。ようやくこれでカメラ用の雲台をここに固定します。これでですね、こうした時にカメラをこう振ってもですね、水準がちゃんと合ってる状態でカメラがパーすることになります。はい、これで、カメラの中のファインダーの中の、方眼を使って水平線を、水平になるようにセットします。フレーミングします。こんな感じですね。ですね、今日は白い波が立ってないので、ちょっと作品には適さないんですが、こんな撮り方をしているということで、ちなみにこの方法で、撮った作品がこちらです。作品にはなりませんでしたけれども、ちょっとした撮り方をご紹介ということです。じゃあ、今日はこの辺で。